threw away your love letters. I thought it'd make me feel better. I know this wouldn't finally got you out my bed. The way we pictured it going. Can't get you out my head. Well, sometimes situations manifest themselves. Threw away your love letters. I just want you to, can you pass these to my son, please? Like, I know you're done with me, but can you please just pass these letters to him? 静岡県在住の、名前は依田俊平って言います。出会いは小学生の頃からバスケをやっていたんですけど、その時に見ていた NBA の選手が、たくさんタトゥーを入れていて、そういうのからちょっとずつ興味が出てっていう感じですか、はい。憧れた人は、その小学生の時に NBA をずっと見てたんですけど、その時にアレン・アイバーソンっていう小柄な選手がいたんですけど、最も身長が低いドラフト1位ですかね、最初からちょっと注目を浴びてる選手だったんですけど、身長が多分183センチって公表してるんですけど、実際は180ないみたいな感じで言われてて、で、シーズンで得点を取ったりとか、小柄な選手でも、大柄な選手に向かってプレーしていくっていう、プレースタイルも好きだったんですけど、そのコーンローだったりとか、そういうタトゥーだったり、やっぱその NBA 選手の中でもちょっとこうおしゃれな感じの雰囲気の選手で、そういうのが結構きっかけというか憧れっていうのがあります。ファーストタトゥーはこの腕のペンローズ三角形と、あとここの宝箱ですかね、の2つを最初に入れました。意味は一応この右手に入れたこれが不可能図形の一種っていう感じで、どこの角度からこう見ても同じような形に見えるっていう、図形なんですけど、なんかこう、それを右手に入れたっていうのが、これ入れたのが21ぐらいの時で、仕事を始めたばかりの時で、その不可能なこともこうこの右手で成し遂げていきたいみたいな意味合いを込めて入れました。最初僕その18から21ぐらいまで東京に住んでたんですけど、その時前職で働いてた、渋谷の美容室があるんですけど、そこのスタッフがもう結構もうバチバチにみんな入っていて、やっぱかっこいいなと思って、最初そこで紹介してもらって入れようかなって思ってて、デザインとかも起こしてたものがあったんですけど、ちょっと諸事情でこの地元の静岡の方に帰ってこなきゃいけなくなって、でこっちの地元の友達がその彫ってもらってる彫り師さんっていうのを紹介してもらってっていう感じですね。決め方は、純粋に最初はこう意味とかいろんなものを考えて、それに合うようなものを画像で探したりとかしてたんですけど、最近入れてるのはもうなんかインスピレーションというか、なんか純粋にこの絵かっこいいなみたいなのを拾ってきて、でそれを堀市さんに LINE のやり取りで交換して送ったりするんですけど、その時にその堀市さんなりのこうアレンジを加えてもらって、で絵を起こしてもらうんですけど、でそれを配置とか決めて入れてもらうっていう感じです。そうですね、この仕事は、幸いにも他のなんかサラリーマンの方とか、ちょっとお堅い仕事されてる方に比べると、割とその緩い業種なのかなとは思うんですけど、でも友達とか周りのこの美容師の子から話を聞くと、お店によってはやっぱその入ってることはいいけど、見せるのはあんまりっていうような美容師とかもあって、で隠して営業したりとかっていう感じにしてるところもあるみたいなんですけど、うちのお店は結構
あの割と自由主義というか、まあ、ファッションも髪型も、まあ、タトゥーも全部そういう、まあ、おしゃれであれば何でもいいよっていう感じのスタイルでやらさせてもらってるんで、まあ、そういう点ではそうですね、いい環境かなと思います。そうですね、まあ、うちのお店は割とこう、まあ、この市内の中でも、まあ、店舗面積が多かったり、まあ、店舗数が多かったりとかっていうので割とこうなんか敷居が高く見られがちで、なんかちょっとこう行ってみたいけど入りづらいとか言われたりとかよくあるんですけど、まあ、でも実際来てみると結構なんていうの、いい意味でフランクな感じで、まあ、あんまりこうかしこまった接客をしてないっていう感じなんですけど、まあそういう意味でなんかまあ来やすい場所ではあるので、まあ、入ってくるとちょっとおっかない人がたくさんいるみたいな感じに見えちゃうかもしれないんですけど、まあ、実際でも接客してると、まあ、そういうことは全然なく、お客さんもなんか意外と、まあ、初対面僕もその怖い人って見られがちなんですけど、まあ、喋ってみると意外と話しやすかったみたいな感じで言われることが多いので、まあ、そういうタトゥーに対するなんかちょっと怖いような意識とかが、まあ、少しでもこうなくなってくれたら嬉しいかなとは思います。まあ、僕プライベートであの海外とかもたまに行ったりするんですけど、やっぱりこう外人さんってみんな入ってるじゃないですか。こうなんか僕みたいにこう腕バーって入ってたりとかする人もいれば、まあ、ワンポイント出すとかいろんなところにこうちょろっとだけ入ってて、あとは全く入ってないみたいな。だからなんかパッと見入ってない人に見えるけど、実際こうよく見てみるとちょっと入ってたりとか、まあ、多分入ってる人の人口がやっぱ日本に比べて全然多いと思うんですけど、やっぱそういうなんか文化の違いはすごい感じるので、なんかなんていうんですかね、海外の人だと、まあ、その髪の毛変えるぐらいの感覚でタトゥーを入れたりとか、まあ、日本人で言うと、まあ、ちょっとピアスを1個穴増やしてみようかなぐらいの感覚でちょっと入れたりとかっていう風にしてる人が多分多いと思うんで、まあ、日本もなんていうんですかね、やっぱそのちょっと反社会組織じゃないですけど、やっぱそういう入ってる人イコールちょっとなんか怖い人とか危ない人とかっていうような目でやっぱ見られちゃうので、まあ、そこがやっぱこう緩和してくれて、まあ、温泉とかもこう気兼ねなく入れるような世間になってくれれば嬉しいですね。やっぱまだ海外に比べてこう入れづらい、まあ、世の中というか国というか、まあ、日本はそういう感じなんで、まあ、その入れることによって、まあ、なかなかその消せるものではないので、やっぱまあ周りの環境とか、まあ、そういったものに対してこう後悔をすることも結構やっぱあると思うんで、まあそのそうですね、でも人生一度きりなんで、やっぱ自分がそのカルチャーだったりとかそういうものがかっこいいなって思ったら、まあ、自分のその生活の範囲内で大丈夫な部分、例えば腕だと見えちゃうから背中に入れてみるとか、そういうなんか入れることによって多分満足感は得られると思うし、なんかこう後悔しない人生を送るためにも、まあ、入れたいと思ったら入れた方がいいんじゃないかなって僕は思います。良かったことは、
そうですね、まあファッション感覚で、まあ、僕もそのアクセサリーで例えば指輪をつけるとかピアスをつけるとか、まあ、そういうような感覚で、まあ、掘ってってるみたいなとこがあるんですけど、まあ、そういう、まあ、夏場だったら、まあ、白の無地Tにデニムみたいなシンプルな格好でも、まあ、そういうタトゥーがあるだけでちょっとこうよりおしゃれに見えたりとか雰囲気が出るっていうところがいいところかなと思いますね。はい。タトゥーとは、自己表現の一つですかね。なんかこう、そうですね、まあ、意味合いを込めて彫ったりする人もいると思うし、まあ、そういうのがかっこいいと思って牛脂に彫ったりする人もいると思うんで、まあ、この服がかっこいいからこの服を買ってきてるとか、このキャップがかっこいいから被ってるとかと、まあ、似たような感覚で、この絵がかっこいいから、まあ、ここにこれが入ってたらおしゃれに見えるかなみたいな、そういう感覚のものですかね。はい、アクセサリーと一緒みたいな感じですかね。はい。Let me in, I'll help you out. I won't lose.